あと事務所の移籍が多いのはランク制度でジュニアっていう買取の期間1万5000円からランカーになるっていうことは二次使用料がつくからかけ 2.4 とかになるね。そこになるときに絶対に仕事が減るの。干されるの仕組みでも言ったよね。でもなんと移籍するとまたジュニアに戻れるんですよ。それで移籍する人が結構多いね。それはだからジュニアしてる人もいるけど自分の首を絞める結果になるような気もするね。リセットしなくてもいいんだよ。リセットできるっていう話で、私の時はジュニア2年だったんだけど、それもなんかね、知らないうちに3年になったり4年になったりとかしてて、ランクについては大手にいる時は事務所から来年はこのランクでどうですかって言われて、了承だったらじゃあそれでお願いしますって言うけど、上げたかったら上げたいって言えば上げてくれるけど、売る側の人がこの金額がいいって言われたらさ、もう何も言えないじゃん。正直私はその値段が上がってきたことがないね。1号のままずっと、つまり据え置きを全員が了承してるっていう業界なの。